人生終わった。はい、よし、ありがとうございました。はい、本日の皆さん、こんにちは。皆様、ようこそいらっしゃいました。MNチャンネルへ。本日は僕、一人からのスタートということで、もう皆様、分かっていらっしゃいますよね。その通りでございます。さようでございます。今日も弟にドッキリをやっていきたいと思います。いや、連続でドッキリやるってこんな感じなんだね。はい、僕、連続でドッキリとかやんないじゃん。今日は、昨日に続き、本日も弟にドッキリをしていきたいと思います。皆さん、こちらの動画見て、ね、昨日はですね、ドライブスルーで弟をやっつけました。いじめちゃいました。かわいいかわいい弟をね。で、今回は僕のこのイメネハウスの寝室、ベッドルームでいじめていきたいと思います。で、何をやるのかというとですね、とてもいやらしいことですよ。ということで、まずは一回、兄の寝室からいやらしい声が聞けたら弟はどうするのか、よいしょ。いやらしい企画でございますよ、本日は。はい、18歳未満の方はすぐにご退出をお願いいたします。お父さん、お母さん、すいません。本当は見てほしいんだ。本当は見てほしいんだけど、一応言っとかないと。18歳未満の方は、すぐに退出してください。で、また覗きに来てください。はぁ、覗き部屋ちゃうって。はぁ、冗談は置いといてですね、これからね、この MNハウスで弟が撮影でやってまいります。あと30分くらいで来るのかな。で、僕はね、まだ余裕ぶっくいてる理由は、あと30分くらいあるから、ゆっくりこれからね、コーヒーにも飲みながら弟を待っていきたいと思うんですけれども、で、僕はね、まだ余裕ぶっくいてる理由は、あと30分くらいあるから、ゆっくりこれからコーヒーにも飲みながら弟を待っていきたいと思うんですけれども、で、今日はですね、僕はこれから弟が来たタイミングで、はい、ベッドに行きまして、ベッドでこういう音を立てます。どうよ、ピストン。めちゃくちゃ惹かれたと思う。ね、あんまりドッキリやんないお兄ちゃん。ね、やった時はもう本当にやらしくなって、ちょっともうみんな引くんじゃないこれ。でも皆さんごめんね。僕のことね、そう言って嫌いにならないで。僕は悪くない。何十回、何百回、何千回も言うけど、僕は悪くないんですよ。僕の弟が悪いんですよ。あえて弟のくせに僕より2年、2ヶ月後から生まれてきたくせに、僕をバカみたいな面でいじめてくるんですよ。ふざけんな。てめえ誰だよ。2年、2ヶ月も後から生まれたくせに。ほら、バーカみたいに一人で喋ってんだろ。てめえのせいで。弟もみんなに一人で喋るんだったんですよ。あいつにムカつきすぎて。だからそのね、ちょっとストレスを発散するために今日はこの企画をやっていきたいと思います。それはね、ちょっとここら辺に一回カメラ設置して、で、寝室にも僕らね、おふざけ用のカメラも設置しますので、皆さん今日も一緒に弟を、やべえ、水がない、水飲もう、弟を今日も一緒にみんなでいじめていきます。ショータイム。え、こいつ、まさか、みたいな感じになるんですよ皆様。はい、今隠しカメラを設置したんですけれども、どうでしょうか、見えてらっしゃいますか。スクショタイム。何のためにだよって感じですね。ちゃんと見えてる、みんな。見えてなかったらボツだよ。せっかくね、2連チャンでね、ドッキリしようとするんだから、ちゃんと見えてないと困ります。ということで、もう間もなく弟来ます。 LINE 来ました。いつも通りね、お兄ちゃん、もう僕今お家出たんで、なんか食べたいものある？もちろん食べたいものないですよ。僕なぜなら今食べてるから、あの部屋で何かをね、お想像してください。みんな、皆様のご想像にお任せします。僕は今寝室で何かを食べています。果たして何でしょう。食べ物ではないです。ああ。人生終わった。
最後、朝から最後、もう一回やるか。頑張れ、やるぞ。こんな後に負けられるか。夏が明けるぞ、これから撮影前にもう一発試合負けられるか。できる男は絶対に諦めない。もう一発、なあ、今 Vlog も撮ってるから皆さん、ちゃんと朝起きた時にちゃんとね、体動かしましょう。こうやっていろんな運動方法がありますんで、お前何勘違いしてんだ。やりすぎに邪魔、撮影前に運動しないよ、みたいな。アホッしてたんじゃねえのかよ、お前。いいだろ、どこにそんな相手がいんだよ。やめてくんねえ、お前。気持ち悪いな。俺はできる男だよ、できる男はな。体を鍛えるの、体を鍛えるのが男だろ。お前は帰れよ。女の子ももちろん体を鍛えるけど、男の子ももちろん体を鍛えるだろ。ドッキリね、ドッキリね。じゃあね、最近お前調子乗ってるね。気持ちいいよ、そら。おい、はい、どうぞ。これからどうぞ。本日は皆さんご視聴ありがとうございました。大成功でございました。また次回でお会いしましょう。おい、お前もやるよな。お前せっかく来たから、こっから本物のお前の勘違いしてるようなことを。いや、待て、腹筋運動で夏にお前備えられねえよ。なんでだよ。腹筋よりももっと消費のいい運動を教えてあげるよ。なになに。四つん這いになる。四つん這い。おい、バカ、やめろ。ケツ叩きだよ、お前。あ、バカ、お前、下品だぞ。お前ら見てるってみんな。おい、下品。お前、やめろやめろやめろ。すいません、申し訳ございませんでした。申し訳ございません。申し訳ございません。この度は謝罪いたしません。はい。バカ、これ切りゃいいんだろ。はい、切った。謝罪が早いなんて、よかったね、もう切ってくれて。じゃあ、お前、はい、今から撮影しようか。あー、やっべえ。お前、あれが切ったけどさ、もう一個カメラ設置したんだって、俺、走れ。どこに、運動。せーの、はい。お前、どこで赤だろ、早く言えよ、お前。俺も忘れちゃった。運動しすぎて朝から。忘れちゃった。多分そこか、そこ。どうだよ、お前。わかんないから。もち運動しなきゃ、運動する兄弟なんだよ。何が悪いの。はぁ、俺ちょっとあっちに行ってる。手遅れ。とりあえず、お前何かしら炎上だから、何か言って。お前これ。何炎上。ピスト炎上だよ、これ。ピストー